今日のゲストは松岡由美子さん。去年11月に亡くなられた落語家立川談志さんの長女で、銀座のクラブ経営やコメンテーターなど多方面で活躍する松岡さんがこの後スタジオに登場です。改めまして、本日のゲスト松岡由美子さんです。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。談志さん MX で番組やられてましたよね。やってました。あの陳平さんと言いたい放題って、はい、でこんなにさ規制がなくて何でも言っていい局なんでしょここ。私の周りも5時に夢中の不安がいっぱいいて、はい、私のお友達の30歳ぐらいの子なんか、はい、自分の性格をそっくり島子さんと入れ替わりたいとか。それやばいよ。メールに私別の局でコメンテーターやってるじゃないですか、はい、ユミちゃんは5時に夢中のが合ってるとかもガンガンメールになってで、よいしょじゃなくて、やっぱり特に木曜日面白いです。本当に。そうですか。ただ規制はないわけではなく、規制を勝手に突き破ってるわけで、規制がないのに、その男子が出てた、はい、MX テレビはしょっちゅうメリーゴーランドが回るんですよ。何かこう仏のあれがあるわけです、はい、生放送じゃないんですよ。それなのにずっと回ってるんですよ。いかにやばいことを言っていただいて、意外と言いたい放題じゃなかったということですね。意外と全く放送できるね。はい、こちらの回らんかね、はい、私らのところでも。いや、私の中で回りまくってないんだけど。さあ、ということでプロフィールを、はい、ご紹介いたします、はい、松岡由美子さんは1963年東京都ご出身。そしてお父様は今お話にもありましたが落語家の立川談志さんです。タレントとしてテレビなどでご活躍の後、現在は銀座でクラブを経営される傍ら、コメンテーターとしても活動されていらっしゃいます。うんじゃないから全然、はい、全然うんじゃないから。ということで、もう聞いてしまいますが、はい、今日は何しにいらっしゃるんですか。映画の宣伝で行けって言われて、でも本当映画の話なんかしなくていいんですけど、あの松竹さんが作ってくださった映画で、もう 4,5 人詰められてんですよ。もうこんなとこいないで小日向に行けっていうの、本当にね。はい、なのに、あ、でもこちら映画は映画でも映画だよ。ドキュメンタリーですか、これは。はい、だってドキュメンタリーしかやれないでしょ、もう死んじゃってる。なんでそんな喧嘩がしてるなんでこんな喧嘩がしてるんですか。話を誘導してるだけですよ、私は。ドキュメンタリーっていうか、結局落語家なわけで、はいはい、だから偉いなと思うのはね、はい、結局落語って、はい、ね、1席あれば1時間とか30分、はい、だから2席落語流して、はい、ちょっとこういう、まあ何、V を入れたら、はい、簡単に一つの映画ができるわけですよ。ほうほうほう、はい。だから、どうですか、ご覧になって。見ましたよ。どんな印象。いや、なかなかいい映画で、はい、最高の2人の次に、はい、あの最近ではいい映画だなと。一応宣伝はしてますけど、もういいです、映画の話は。だから、いや、松竹の方もいらっしゃる。もうあのむしろお二人に、はい、せっかく今日は会えて、はい、もうハイテンションなんですけど、聞きたいことがあるんですけど、はい、いいですよ、がっつり背中なんですけど、ちょっと静かにしててもらっていい。立川談志はご存知ですか。もちろんですわよ。で、お二人から見て、うん、私の父の立川談志っていうのはどういう男だったかとか、性癖とか、性癖思うところがあったのは、ぜひお聞きしたいなと思って今日は本当は来たんですよ。なんかすごく言いたい放題、もう日本で一番多分言いたい放題言ってなくなった方だと思うんですけど、でもものすごいあったかい方だったんじゃないかなと。あの、私も実は 2,3 回お目にかけていただいてお話もさせていただいてるんですけども、気配りが実はすごいされてるんだけど、シャイだからそれをそういう風に見せない方でしたね。なんか結構感動した覚えが。男として見てどうですか。男として、あの、ちょっとやりたいタイプ。いや、もうそんな上から目線で言っていいんですか。すいません、私はちょっとタイプではなかったですね。真面目に答えればいいですよ、そこは。いい男だし、私は、はい、あの、チンコは何でも好き。何でも、はい、チンコは好き嫌いなく、何でもいただきます。はい、お父さんの、あの、チンコはお二人とも見たり触ったりしたことがあります。そんなもんあるわけねえだろ。いや、いや、ない立川だって言っても立ってる場合じゃない。違う。だから、はい、普通はそうだったんだけど、はい、やっぱり亡くなるちょっと前に病気になって、しょうがなく介護することになる、うん、そうすると私もこの年になるまでお父さんのおちんちんなんて見たことも触ったことももちろんなかったんだけど、はい、突然見て触って洗ったりする羽目になったわけですよ。だから、はい、あの、
親のね、はい、チンチン。でもここファミレスじゃないんですよ。ファミレスじゃないんですからね。めちゃめちゃいい話で、はい、いい話というか、私の父親も、うん、まあ、ちょっと心臓手術なんかしたりしたもんなんですが、はい、うん、その前にちょっと前立腺がんもうちの父親あったんですが、はい、でその医者にその放射線治療か、うん、その手術するかって聞かれたら、うん、父ちゃんがなんと、まあ、70過ぎてるくせに、うん、チンポが立たんのになったら死んだ方がマシです。名言ですね。名言でもないですよ。はい、言って医者が呆れたというのがありますけどね、うちの場合。でだからそれで最後私が父のチンチンを洗うことになり、はい、洗っていたらば、あの父はもう喋れなくなっちゃってたんですけども、ご筆談にお前は親父の金玉を洗って平気なのかって書かれたら、あの平気かって聞かれてもさ、うん、しょうがないわけじゃん、その介護になって、はい、それでなんて答えていいか分かんなくて、はい、で お前はえ何、はい、俺の金玉いじって大丈夫かとか何回も聞かれて、でそう、はい、何回も聞かれて、映画のタイトル金玉ではないですか。金玉医者っていう落語もあって、それすごく面白いんですけど、はい、今回の映画は芝浜と夜間っていう、芝浜は本当にもう、はい、まあ、金玉も見たいですけどね。それ今の話のうちはどこに行くんですか。金玉洗いだから、いやあるかなと思って、本当経験、お父様のその、あの、まだですけど、でもそういう時代だったら、まあ、要は下の世話なんだけど、まあ、それ自体はでも今後はね、今後来るでしょうけどね。でもうちの息子はね、あの父は時は金玉可愛いよねつけてたんですけどね、最近なんか悪さに使うようになっちゃって、うちの息子がなんか、はい、もう、はい、最近見せてくれないし、はい、もう私は試合放棄しました。もうゴールを守る気は一切起こりません。ゲストからまさかのチンコトークが、はい、初めてだった、はい、今日は、はい、チンコって金玉チンコが一回何回出たんですか。今後のコメンテーターの活躍にね、影響が出なければ、はい、そうですね、あの朝でストレス溜まってるからで、ね、ここで吐き出したよ。よくご存知で、下手したら来週うちのプロデューサー変わってるかもしれない。さあということで、改めまして映画立川談志は今月8日から東劇にて先行上映されます。皆さんぜひご覧になってみてください。そして今回はこちらのペア鑑賞チケットを5組10名様にプレゼントします。ホームページもしくは携帯サイトからご応募ください。はい、まあ、なんだかんだで見たくなりましたよ。なんだかんだで、はい、すごく見たくなったでしょ。なんだかんだで素晴らしい。明日、はい、明後日から今週切りなんですけど、はい、明後日はあの太田光代さん、爆笑の、はい、あの太田くんの奥さんと、はい、あの私と彼女のトークショーもついてるので、はい、そうですか、ね、ぜひお出かけください、はいはい、ということで一回帰ってください、はい、ということで、本日のゲスト松岡由美子さんでした。ありがとうございました。松岡さん一言も喋らない。Thank you.